皆さんこんにちは、パチマガスロマガのスケルクです。本日はサミーさんに新北斗無双第3章を打ちにやってまいりました。さあ見てください、こちらね新枠になるんですが、やっぱりねなんといってもこの注目引くのはこちらのエイリアンのボタンじゃないですか。これをね名前をクレイジーギアと言いましてすごい名前つけてますよね。名前に負けない本当クレイジーな動きをするので、この辺はね実戦中にお見せしていきたいなと。他にもねこの盤面右側にそびえ立つこのロゴですか、このシン・ホムラークのこれも特徴の一つなんじゃないですかね。かなり目立ちますね遠くから見ても一目で新北斗無双と分かる作りになっております。筐体だけじゃなくて北斗無双シリーズとしては結構画期的なスペックになっていますので、その辺もあとは打ちながら紹介していきたいと思います。はい、それではスペックを説明いたしましょう。大当たり確率は約319分の1、ラッシュ突入率は 12.5% のラッシュ直撃を引いた際は約 90% あるんですが、基本的にはですね 87.5% の大当たりは時短1回プラス残保留3個のチャレンジに突入いたします。このチャレンジに突入した際の突入率は約 51% と、合わせれば、まあ、大体 60% ぐらいになるんじゃないかなと思います。そしてラッシュ突入時は継続率が約 90%、 特徴的なのが継続率が 90% の台なんですが、大当たりの4分の1で10ラウンド分マックスの出玉が取れるという点だと思います。結構ね高継続率で 25% がっつり10ラウンド分の出玉を取れるというのは多いんじゃないかなと思います。これ特殊連続演出ですね。ケンシロウステージのなんか自分の影分身に勝つという連続です。知っていいよ、北斗神拳はこの程度ではない。いいねいいね、続いてますよ。最後の一撃を見せてみろ。これで連続3回ですかね。よし、とりあえず100になりました。俺を真の伝承者にした。これで世紀末決戦かユリアエピソードでしたが、世紀末決戦いきましたね。今ケンシロウステージだったので、こちらこの巨体の共演ですね面白いですよね、原作の体の大きいやつがみんな襲ってくるっていう。で今ここにオーラを集めていると思うんですが、これ、ね、緑までは大体行くので、これ赤とかその上のキリンかな金かなまで行くかどうかが大事です。で最終的に一番上の色まで行けば究極無双を発動します。あー、カッティングが弱い。さあレバー来い。あーボタンか。あーダメだ。さあ今ですねこちらショックが光りました。これ先読みですね、赤も確認してます。
途中で色変わるとかもあるのかな。さあちょっと期待しましょう。こっかな。あ、さあ来ました。とりあえずネクストかな。まあ、今回も連続予告は3回いけばチャンスとなっております。このロゴの色もあるようで、赤とか金ならチャンス、赤で連続3回、金で大チャンスのようです。お、赤くなった。基本的にフラッシュ系、薬物が光ったりする系は赤で大チャンスになりますね。まあ、それ以外では金とかキリンが出れば大チャンスと。さあ3回いきました。まずはこの北斗無双といえばここ100に行くかどうかが大事になってくるので、行かない。さあ発展しましたね。さあ投球ミッション、これで成功すれば、成功すれば世紀末決戦やユリアエピソードに行くんですが、さあどうだ。あー足りない。まあ初代のエピソードみたいな感じです。おお足りないと思った。あしかも金だ、金これあるぞ。さあこれで世紀末決戦リーチ、もしくはユリアエピソードリーチ、お行くんですが、このユリアが出てきたらユリアエピソードですね。じゃあこれにしましょうか。おさらき投資全て選べるようになっております。今回は選べるということは、まあ、期待度3つの中では変わらないということでしょう。行きましょう。おあれリハク、あユリアかわいい金タイトルありそうですね。あ、幼いケンシロウだ、すごい。今赤かったですね、チャンスアップですね。あんまり北斗の王道のナンバリングでこれ幼少期の決勝って見えないんだよ。さあデバイス、あーレバーじゃないけど行きます。よしやりました。振動がすごい。うわ、いいですね、このオリジナルエピソード。さあというわけで今大当たりを引いたんですが、こちら決戦ボーナス、へそ大当たり時は全て3ラウンドの大当たりとなります。基本的にはですね、ほとんどの場合は時短1回プラス残放流3個の4回転のチャンスゾーンに突入いたします。ここで引けるかがかなり大事になってきますので、それでは早速いきましょう。今ここに右側で青い保留が3つ溜まったので、これでチャージ完了ですね。ここで選ぶことができます。まあ、僕は扇形が好きなので、まあちょっと最初はなんとの共感いきましょう。なんとの男たち3人がお渡りを目指します。なんとの教訓、渡り勝利で無双と。これをねクリアすれば継続率約 90% のラッシュいくので、敵とか、文字の色チャンスアップ確認します。北斗無双打ってる人にはもうおなじみですね。海王だから一番強いでしょう、星に。
この後に強攻撃来るか。あー弱攻撃で帯電もなしと、これだと厳しいかな。はい、セカンドバートン、最も醜く哀れな死をくれてやろう。いいですよ、このボード選ぶとユダが味方として出てくるんですね。あ、マミアならチャンスじゃないですかこれ。4-4-4、よし、これで赤攻撃なら、あ、反撃だ、反撃からの強攻撃。そしてエイリアンが動いてる。あ、レバーいきます。おお、いった、やりました。これで晴れて約 90% あるラッシュに突入です。世の美しい女は俺のためにある。メインを狙え。出玉はですね、右打ち中は4ラウンド、7ラウンド、10ラウンドがあります。10ラウンドの割合は 25% ですね。お、お、これは、あ、今先にランプ見ちゃいましたけど10ラウンドランプがついてますね。25% を取りました。これアタッカーギリギリ映ってると思うんですが、これラウンド中にですね、こうやって無双をゲットしてラウンドを足していきます。新伝統ラッシュ、継続率約 90% あるラッシュに突入です。今回ねラッシュ中はかなりスピード感がある仕様になってます。このカウントがですね32から始まったんですが、まず最初の1回転はもう高速消化です。もういきなり当たります。で次に8回転を基本的にはここ4秒経過するごとに1回転、それを8回行って32秒ですね。なのでこれがゼロになる前に当てたいと。でピンチがかかればもう結構熱いです。でチャンスアップも赤い。さあどうだ、赤までいけ、よしと、もうこれで大当たり。最後のバトルはちょっと長めに行うんですが、それまではかなりテンポがいいです。今のように、これで7ラウンドの大当たりですね。でちょっとこのアタッカーを見にくいかもしれないですけど、見るとですね、このアタッカーのこぼしがもうほぼゼロなんですよ。この前の下でちょっと試したんですが、本当に1ラウンドで1個もこぼさないぐらいアタッカーは優秀です。でアタッカーに入らない球はその昇級に入るので、これも全部戻ってくるんですよ、1個昇級でこぼさないので、もう打ちっぱなしで消化していいですし、かなりスピーディーです。ここでもう1回転消化します。もう1回転消化しましたね。ここレインボーとかも確認してます。お、ピーチになった。これねまだ信頼度とか全然わかんないんですが、敵も赤い、赤系がチャンスアップでラオウも強いんじゃないかな。あー行きましたという感じで、もかなりサクサク当たります。最初はで撤廃しないときは基本的に、まあ、大体1秒ぐらいの間隔でカウントしていきます。これが9回転目ですね。ああゼロになっちゃった。というわけでこれで9回転終わりました。最初の即ゾーンの1回転と今の8回転ですね。でここではですね10回転目とこの残保留の3個、つまり13回転分ですね。
ここで自分の好きなスタイルやキャラを選んでこのラストバトル3回で勝てば大当たりと。これ一応保留は3個なんですが、その最終回転も含んでるんで4回転分の期待度があります。あーダメだ、あと2回。セカンドバトル、いやいやちょっとまだまだ早いよ。敵大事マミヤと、おロゴ落ちた、初めて見たロゴ落ちパターン。これあいいっすね、赤文字シーン。結構北斗武装は赤文字強かったですからね。うわー弱攻撃か、北斗武装してれば結構すんなり入れますね攻防は。あっやばいちょっと待って、まだ全然3、4連しかしてないんだけど、ここで負けたら終わり。もう保留も今ゼロになりましたね。アイとかマミア、うわー勘だな多分今日は。うん、反撃だ。あしかも強攻撃、これあるある。そしてエイリアンが動いてレバー引けだったら大チャンス。引けだ、いきます。気持ちいいねいやこのねエイリアンの出は結構引き心地もいいしね、意外とこのなんだろう、しっかりしてるんですよね、作りが重厚感があるというか。よしよし、ただ一人、7位勝ったので10ラウンドですね、 25% の10ラウンドを引きました。この右打ち中なんですが、基本的にはですね打ちっぱなしだとちょっと球が減ってすごい即当たりしましたね、2秒で即当たり。このカウントで言うと、つまり2回転目かな、30秒で当たったってことは。残り、あ来ました、エピソード。これエピソード今回も何人か用意されてまして、まあ、ラオウの他にもサウザーとかもいたりしますので、ぜひ皆さんもホールで見てください。あの北斗のナンバリングシリーズとはまたねちょっと違ったエンディング、違ったエンディングというか見せ方が違ったりするので、映像も。さあこの右打ち中なんですが、基本的には打ちっぱなしにしてるとちょっと球が減ってしまいますので、ここに右に青い数字がこれ保留になってるんですが、これが3から減ってきたら何発か打ち出すと、こんな感じでいいと思います。こんな感じですね、今3個になってて打ち出しを止めて、またこう減ったらこう何発か打って入れると。結構点差も空いてる時間も長いので、この適度に止め打ちをしながら打つようにしてください。さあもう早くも9回転目も当たらずと、早いな1回もリーチかかれて本当あっという間ですね。でこの時にですねショックが光ってもう大当たりを告知するパターンも見てる。あやばい、ビッグボスになりました。すごい、これも原作ではない共演ですよね。僕ね初代でもファルコめちゃめちゃ愛用して使ったんで、ちょっとなんていうかファルコ頑張ってほしい、一番愛着がある。ああ弱い、ちょっとまだね期待度とか分かってないんですけど、前と同じ感覚なら星2と 2.5 の敵はかなり強いですね。で3でチャンスで4で一気に熱くなると、2と 2.5 の差が本当ないんですよ、なかったんですよね。
サザエだ。あー星 2.5 のサウザン2か。あーやばい。さあ最後星3の票。いや強攻撃欲しいな。反撃カットイン。おこういうパターンあるんですね。よしやりました。これなぜかさっきはこの1回転消化するごとにこの保留が減ってったと思うんですよ。ただ今がっつり保留残った状態だったんですよね。もしかしたら1回転目で当たってたとかその可能性があります。なんか減るときと減らないときがあるのもなんか秘密がありそう。今のところ減らないときの方が当たってます。てか減らないときは全部当たってますので。さあやりました。あ今やっぱ1回転目で当たってましたね。もしかしたら1回転目で当たってるとちょっと特殊な見せ方になるのかもしれませんね、うん、うっ、え？いや今なんか出目が377っていう。でもね前のシリーズだったら熱い出目が出てるなと思ったら即当たりですねあーダメだ。さあ10回転目とまた3残り3回転の。じゃあ次はあこれいきましょう。北斗の軍やっぱ北斗無双なんだかんだやっぱ男性が多いからか間宮とリン選ぶ人が圧倒的に多いんですよねだけどちゃんとね北斗の軍として今度は間宮と、リンが同じステージで同じチームで活躍します。あ保留減りましたね。もうこうなると右打ちしても保留は埋まらないのでもう点差パー終わっちゃってるのでもう見守るだけですね。埋まんないですねやっぱり。最強の敵に弱攻撃。図柄も秘密ありそうなんですが今4図柄だったんですよね。前は2461516の順に厚くなったんですが4だと、まあ、2の次に弱いですよね。おおお反撃強吹っ飛び。反撃からは絶対強攻撃かな。おお激推しどうだ。やりました。12回戦目に大当たりですね。俺の命運もここまでか。俺は自分の好きなやつのために世の中を変える。ならよし。しかも対戦ボタンこれはいくでしょう。リーチがかかりました。お全然予告弱いからいかないと思ってた。ああ、あった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 。おお。あ、これはあ、ダメなんだ。あ、これいきましょう。極悪同盟いいですね。雑魚と
アミバとジャギ、あーいい、もう歩き方がめっちゃ悪そう、悪そうだけど全然強そうな感じないですね、すげえ弱そう。いや、トキじゃやばいっしょ。いやー、まいった、サウザー。どうも今回星 2.5 がなくて 2.5 の敵も2になってますね。つまり出たらやばい、やばい。まあこれは厳しいか。やばい、ジャギニサリー期待しよう。赤文字とか、あー絶対勝てないやつじゃん。負けるな、原子炉なんかに負けるな。グッダーで、負けると最後だけこの敵の奥義を食らって終わると。極悪、そんなバカな幻灯決戦しよう。うわ、これ極悪決戦選んだせいかな。まあただ1万発超えましたね、スピード感もあった。五者防衛戦線突入。キャッハーランド、あ、これちょっと特殊な、この陶器を貯める連続演出ですね。これで今回あのここにいるね、ザクがこのロゴの後ろに隠れてるんですよね。いざね、この北斗の結構こういうお遊び演出絶対入れてきますよね。いいね、これなんか北斗無双っぽい演出。あ、赤だ。まあちょっと物足りないかな。さあどうだ。さあ陶器が100位溜まって、お、いった。次は貴様らだ。これでどこに行くか。おお、すごいすごい、ここで7テンパに勝った。お前らなど敵ではない。ケンシロウステージの決戦リーチでタイトルも赤と。あ、もう7点敗、すごいですね。オーラがなんか金色の炎のオーラみたいな感じになってますね。で、あとこれをね、赤とか金の光まで行きたい。これね、あくまで行けば結構チャンス。お、さあ来ました、本気一番の大チャンス演出、究極無双です。
この究極無双は全部で4人分用意されています。そのステージのメインキャラですね。マミヤとかラオウとか、うわかっこいい。で見てください、このクレイジーギア、あクレイジーギア効きます。ゾーン、これもう名前に負けないこのクレイジーな動きしますね。というわけで今7で当たったので、これはですね 12.5% のラッシュ直撃ですね。もうこの時点で継続率約 90% です。はい、実戦の方が終了いたしました。いかがだったでしょうか。高い継続率とスピード感を兼ね備えた P 新北斗無双第3章、まもなく導入開始となりますのでお楽しみに。